体中、体中、体中、天文21年1月29日、1552年2月23日、寛永16年1月21日、1639年2月23日は、江戸時代前期の浄土宗の学僧、道の区国岩木郡の出身で、道号を弁連入、弁連者入旅弁連者、入館、法医皆を両上とこした。 まだ見ぬ仏法を求めて、民に渡ることを起とし、都民の便船を求めて、琉球王国に滞在。滞在中に、琉球での浄土宗布教に勤めた。都民の便船が見つからず帰国した後は、京都三条の壇納法林寺を、はじめ多くの浄土寺院の創建や中高を行った。天文21年1月29日、1552年2月23日、 道の区国岩木郡岩前村西号、現在の福島県岩木市上番西号町に、父、鴨野木兵衛、法名、同友と、母、八万氏、宝明、明木の第三子として生まれた。幼名は、徳寿丸。母は、道の区国儀区他のノーマン寺の国造菩薩に、祈願して妊娠を覚え、出産の際に右手を握り、三十七日を経て開くと、 手のひらに国蔵菩薩の像があったと言われる。6歳の頃より、毎朝東に向かって、日輪を廃し、暮れには西に向かって、仏名を称したので、両親は、特樹丸が非凡であることを知ったが、7歳のある春の夜、特樹丸は、目から光を放ったので、両親は驚き、この子は凡庸の輩ではないので、早く俗人を脱して、少女、仏門に入れなければと言って、 徳寿丸のおじにあたり、先に、長子のも、八商人を託していた、菊田軍のノーマン寺十字であるアリド両用に預ける、こととした。徳寿丸は5歳で千文字を暗記し、6歳で五教を、称したほどの英才であったので、入寺して間もなく三教一論の他所用の教論を、大概暗記した。これに、アリドも大いに期待し、A68 年、 1565年特寿丸14歳の時に低髪染めぬのして出家させ、大中義貞と名乗らせた。大中の名は四季の平原君の後にある、賢治の世に処するや、水の大中にある、画女、その末必ず見われる、によっている。大中が16歳の時、有道は、さらに彼の学会を磨くため聞く多群や目の如来寺に、預け、ついで元気2年。 1571年二十歳の頃に山崎の千将寺へ修行のため案外させた。さらに千将寺の本山である下谷国大沢の縁通寺で修行し、比叡山の高僧法線僧上に大会の樹読を混成して、小樹来号寺で縁論会を授けられている。天正四年、1576年二十五歳の時に、江戸蔵上寺にいる修士で浄土宗八鬼派の奥義を極め、さらに、 足利学校において、禅を学んだ。天正八年、1580年二十九歳の時に、故郷の重の理事より、十字就任の根性があった。郷里の両親も気にかかったことから、これを引き受け重の理事三世となる。十字就任後は、郷里の教化を進めながら数点の著作物を残している。慶長四年、1599年十八歳の時に、大衆、 岩木貞さが大中に深く起業し、城内に一を奏して、お大院大中寺と名付けた。関ヶ原の戦い後、岩木貞さが、出和国に改役されると、大中寺は城外へ移され、小島より大中寺と名を改めている。大中は、かねてより明に渡って、未だ見ぬ仏法を学びたいと望んでいたが、慶長七年、1六百二年五十一歳の時に、ついに都民を決意する。 郷里の岩木を旅立った大中は、まず、秋国宮島、現在の広島県八海寺市宮島町の孔明院にいた実刑のも、八商人を訪ねている。ここで大中はも、八商人と問答を行ったが、大中商人へ言葉伝によれば、中国から渡った物典はすでに見ているではないかというも、八商人に対し、大中は、彼の地で学ぶために、 それら仏典を暗唱しているのであり、私は都民の強い志があるのです、と答えたという。これに対し、も、八商人の伝記である、伊八商人行上記によれば、も、八商人は、当初どうしても都民したいのであれば、止めはしないと言ったが、結局は、都民に反対し、商名念仏に精進するよう大中を悟した。大中はも、八商人の抗論を黙って聞き、一度は、 都民を思いとどまったようであるが結局は都会したと伝えている。中山よぷまきには、万歴十一年、前六百三年、和暦では、慶長八年不層の人であるそう。大中、国に泊まること三年、新冬記一部を表して帰る。とあることから、大中はも、八商人との問答後、一年と経ずに、都会したと考えられる。大中商人へ言葉でも、 52歳で都会を決意して再会に赴きむ機敏戦を求め、55歳で帰国したという記事の内容から、都会の時期は中山よくと同じであると考えられる。これに対し、伊八商人行上記には問答後遥かに年を経て、都会したと記されており、中山よくや大中商人へ言葉伝とは、そこがある。また、大中自筆の語尾衆、語尾衆には、 薩摩国家事器、現在の鹿児島県愛らし家事器町万所の別島で乱心した佐戸助20年を授けて平祝に導いたこと、日向国土、現在の宮崎県日南市に赴いて2ヶ月後に家事器へ戻ったことが記されている。五尾集では、この時期が明確ではないが、壇能法、林寺大中商人琉球と京都の架け橋では、上記の出来事は、 琉球に渡る前のことで、大中はも、八商人との問答の後、九州各地をアンギャしながら都民の機会を伺っていたのではないかと推測している。九州アンギャを行ったのか否か、いずれにせよ、前述の通り、大中商人へ言葉伝では再開、すなわち九州で便箋を求め都会したとしている。大中が出港した港についての記録はないが、琉球新冬期間末。 大中吉沢商人伝では、五尾州にある平戸の法恩寺に立ち寄った記事によって、壇能法、林寺大中商人琉球と京都の架け橋では、琉球新闘機の後本奥垣にある平戸から帰国したという記事によって、出港したのは平戸、現在の長崎県平戸市ではないかと推測している。しかし、大中が都民をきとした頃の国際情勢は、 日本人が民に渡るのを容易に許すものではなかった。弾能法、林寺大中小人琉球と京都の架け橋によれば、豊臣秀吉による文読元年1592年と慶長2年1597年の二度にわたる朝鮮出兵のため、李氏朝鮮とそれを支援する民との関係は断絶しており、戦後の講和も父として進んでいなかった。また、 日本に寄港する中間以外の外国船も日本人を恐れて乗船を拒否していたのだという。このため対中は、明へ直接渡るのではなく、琉球へ渡って、そこで船を求めることにする。対中が琉球に至った経路について、対中商人へ言葉でには、折り伏し便船ありければまず琉球に渡りたまえぬ。ルソン南蛮の商船を、 ライムといえども彼国の人は日本をあずまエビスなりとを、それて、固く拒みてのリス。とあり、琉球までは渡ることができたが、その先の便船は見つけられなかったことを伝えている。これに対し、い岡お正法次回三期には、この年日東の持ちありて、郷里を去って、西海道に吹き、証拠便船を、伺い、感度の著願を志し、雑といえどもども彼国東洋賢て、 天空旅船を、入りれず、コルソンナンバモンルをしのげぎ、風にいて、琉球イタリルに、とあり、一旦は、ルソン島あたりまで南下したが、その後、琉球まで戻ったと伝えている。ゴビ州にも、路荘にて着岸の時、その国より海中の船を攻めとうん、また海中より国を、ーと運手台に乱す、と、ルソン着岸時の混乱の様子が書かれており、琉球浸透期間末。 大中吉貞商人で及び、壇能法、林寺大中商人琉球と京都の架け橋の、両所とも、傍傷はないが大中はルソンまで渡ったのではないかと、考察している。結局、入民が果たせなかった大中は、琉球で機会を待つことにする。大中商人絵言葉伝によれば、この時、国史の馬公明という人物の機憶を受け、 城外に改装した経林寺の十字として迎えられ、この馬孔明という人物について、壇能法、林寺大中商人琉球と京都の架け橋では、慶長八年の年がある、琉球往来の奥垣に、那覇孔、馬美幸氏孔明とあること、また、飯岡政法寺解散期には、ゼモ、国司王官彼、国大三位、馬孔明と運物とあることから、馬孔明は、 那覇港に勤務していた氏族で、公官の中では最上位となる以下位3位であることから、見て、中山王府の公官であったろうと推測している。また、ゴ尾州には、馬公明に、孫が生まれたが、この子は泣き声を発さず父を飲むばかりで、やがて死んでしまいそうな様子であったことから、馬公明は、必死に、大中を頼ってきた。そこで、ある夜、大中はこの子の元へ行き、文を書いて、 お守りとして渡すと翌朝この子は泣き出し、馬公明は大いに喜んだという話があり、壇能法、林寺大中商人琉球と京都の掛け橋では、馬公明が実在する人物で、大中とかなり親しい間柄であったと考察している。しかし、中山王府では、王族、貴族、上級士族の家父が整備されていたにもかかわらず、馬公明に関する家父資料が確認されていないため、 古代文学講座11例域、自文、演技では、何者なの,の不詳であると述べている。また、飯岡製法寺解散期によれば、馬公明は大中に、琉球国は新国であるのに未だその伝記がない。ぜひともこれを書いてほしい。としきりに懇願した。はじめ大中は旅行中であることを理由に断ったが、あまりに懇願するので、琉球新闘期、前後館を作成している。 また、帝金往来のような諸学の教本を求められ、児童のために、琉球往来一巻を表している。琉球往来に引用された書簡文の宛名や差出人には、勝蓮王子、主かたさ、読谷、王子、皆川王子、王里親方などの名が見え、大中が琉球王国の上流階級と広く交流を持ったことが伺われる。さらに時の琉球国王である。 少年王の起業も得ており、後に少年王からは御神筆の賛辞と肖像画を送られていることからも王の起業の深さを知ることができる。大中は、慶林寺十字として民衆への浄土修復教に努めた。その教家の様子を、琉球国由来期間四、ことはじめ羊猿の遊儀門十七節、念仏、では次のように記している。 大中がトライする前の琉球には、すでに臨在州や、新言州が伝わっていたが、壇能法、林寺大中商人琉球と京都の架け橋では、臨在州や、新言州の修行に見られるような、難解な仏教に比べ、ただ念ずることによって救われるという浄土信仰の、駅行、駅収むの教えは、琉球国由来期に、俗にあはらげて、して那覇の人民に伝布、とあるように、 土着信仰の根強かった琉球においても身近なものとして浸透していったのだと述べている。しかし、後継十字の育成にまで手が回らず、また大中が琉球を去った三年後の慶長十四年、1609年、薩摩藩による琉球征伐、進む縄の役が行われて、琉球仏教が大打撃を受けたことから、琉球王国における浄土宗は次第に整備して行った。 中山よくにある通り、慶長8年1603年から琉球に滞在してきた大中は、都民の便箋を待ちつつ、浄土宗教化を行ってきたが、その本来の目的が果たせそうにないため、慶長11年1606年帰国することとした。琉球から帰国した後の童貞について、大中商人へ言葉伝と、琉球新闘機広報奥書は次のように伝えている。 両所の記事を総合すると、大中は、琉球から平戸に帰国した後、浄土宗鎮税派その商工商人が回帰した、筑紫の善道寺、現在の福岡県久留米市善道寺町に立ち寄っている。大中はここから、山陰方面に向かい、岩見国津の薬師堂、現在の島根県大田市湯野津町で、琉球新闘機の遂行を開始した。津に立ち寄った理由を、 琉球新東期間末、大中吉定商人間では、浄土宗、第三祖吉忠に、ゆかりの吉忠寺に参詣するためではないかと、推察している。岩見国からは、船で、山城国に向かい、親しくしていた旧地の十字がいる、山崎大年寺、現在の京都府を特に軍を山崎町を放たのが、慶長十三年、1 6百8年12月、ということになる。 大中商人へ言葉伝によれば、大年寺を後にした大中は、橋本の西遊寺、現在の京都府八幡市橋本中の町を訪れて、道場を中高したゼトン和尚の映像を配し、毛を作って散々している。その後、伏見、現在の京都府京都市伏見区の地人宅に立ち寄りしん、宿したが、この時、伏見城代の松平定勝に拝謁して、 浄土宗の安心企業について聞かせたところ、松平貞勝は大中に深く帰えして、師団のちぎりを訳した。また、松平貞勝の死去後は、着死の松平貞綱も大中に深く帰えした。慶長16年、16年台中60歳の、春、京都三条大橋あたりに住む伏見継兵衛守が、深く帰えし、この地に長く泊まってほしいと、 自宅裏の矢部を開いて、草案を結び、大中を迎えた。この場所は中に、昇降の流れがあって、同族を分隔てる静観なところで、松平定綱より進められた京都諸子代、板倉勝重もここを訪れ、大中の道姿に触れて深く仰ぐしている。やがて、同族祈念の別なく訪ねてくる人が日ごとに多くなり、堀を埋めて整地するなどして、道具を増営し、ついに寺となった。 これが、現在の壇能法輪寺である。また、同じ年の3月には、侵攻してきた薩摩軍によって不慮にされ、日本に連行されていた、正名王より御神筆の三寺と、肖像画を送られている。元那五年、1619年大中は、法輪寺住物帳を作成し、これを、十時、第二世の弾王両線へ引き継いで法輪寺を譲った。夏頃より、 楽北氷室山に移って、春秋を送っていたが、東山菊池国、現在の京都府京都市東山区、和塩町付近にも昭安を結んで、ある時は氷室へ行き、ある時は菊池国に帰る、心の行くに任せて三年ほど居住した後、門人の天永にしつきとうにここはいずれ遊興地になるであろうからと言って、草安地を大仏殿のほとりに移した。これが、 東山五条にあった大中庵である。琉球新東紀間末、大中吉貞商人伝によれば、大中庵は三号を菊経山と称して、念仏道場とされたが、上皇元年1652年に、大中のいとこにあたる新神尼を十字第二世として迎え、その後、四人のための念仏道場として、京都でも有数の二掃寺となったのだという。年。 1622年71歳の夏、南都諸河岸をめぐって、仏像素影を廃していたところ、美木山、豆山のあたりに廃寺を見つけ、これを別地に移して、高馬山善光院念仏寺と名付けた。ちょうどその頃、その北にある浄瑠璃寺の殿堂が破損したことから、結本の一切鏡を売って修復することになった。これを聞いた大中扱いを、剣して購入し、 脱巻している部分は、時に自ら、時に他者を頼んで書き写して、教論を一造全備した。五尾衆によれば、念仏寺へは、元那8年10月2日に移住している。72歳の冬より浄瑠流寺,寺の辺に移住したが、同じ相良郡三日野原というところに、天馬宮があり、翌年の官営元年、1624年1月25日より、 大中は17日間散路を行った。陰性のためこの辺りに草案を結んで、法師参詣したいと考えていたところ、大中に帰依した黒田晋三、法名清安が、三維の良い場所を選んで草案を設けた。これが心光案で、現在は京都府木津川鹿茂町の国神社参道脇に、旧石のみが残っている。大中は、属人の気が絶えた、有神石箔の地として、 ここを気に入り、ある事件が起こるまでの十三年間この地で過ごした。官営十四年、1637年袋中が八十六歳の時、相良軍内に重罪を犯したものがあって、死刑の判決を言い渡されたが、大中はこれをひどく悲しんで社名をお願い出た。しかし、国の応報を曲げることはできないとして、大中の訴えは聞き届けられなかった。 大中は京家の行き届かなかったことを悲しみ、この地を去ることにする。これまで軽した人々はこれを引き止めたが、大中の意志は固く船し黒助というものの船に乗って、木津川を下っていった。三河の原を出て、続木軍伊岡村、現在の京都府京田辺市伊岡西原にたどり着いた。大中は、乱山市面に囲み清川遠く流れる、紅人吹いたるの絶叫にして、王子は、 成績のあった、この地に、奥林三郎兵守ると測って、院を再考することとした。これが、現在の西方寺である。寛永15年、1638年87歳の時、大中は三方の峰に、石仏三体を、国立した。東の峰に、薬師如来を安置して、薬師教一部を諸写してその像のもとに埋め、南の峰には、 釈迦如来を安置して、ホッケ良品を埋め、西の峰には、阿弥陀如来の像を建て、いよいよ多経を埋めさせた。十五日は、いよいよ多官王の日で、毎月遠近の同族が花を織り香を携えて、西の峰に登り、いよいよ多仏を供養したて祭る日であったので、大中も、いよいよ多仏の前で三毛での同族に対し十年を、授け進むしるべするのが久しとなっていたが、大中は、 冬頃より美質を患い気力日々に衰えており、自らの士気が近いことを感じていた。翌寛営十六年、六百三十九年一月十五日は、いよいよ、多山モーでの人も多く、西の峰で、大中が来るのを待っていたので、根場最後の進むしるべを行うべく、寺社に手を引かれて寺を出たが、老境の身に病を抱えて仏前まで行くことができず、しばし休憩してからやむを得ず、 ふもとで恒例の十年を授けた。翌十六日、病が重くなったので正法時に、臨重の道場を設けた。二十日になり、遠近の門邸神社を招き集めて、自分が死去後の解明を伝えたり、日々の死害を射すなどすると、総う早死ね藩の儀に習ってと、北面西に床伏した。歓迎十六年一月十一日、百三十九年二月十三日、うの時、 しばし微笑すると大中は八十八歳で眠るごとく息を引き取った。大中の沖縄での不況により始まった念仏踊りはエーサーとして現在も引き継がれている。大中を改装とする壇能法、林寺改装4四百年にあたる二千十一年には九州国立博物館と沖縄県立博物館、美術館で琉球と大中承人展エーサーの起源をたどると題した。 展覧会が開かれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。